とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ナイトメアモンド、やっていきたいと思います。ちょっと装備をね、変えてみました。これでいきます。怒り。そして防具は、輝くローブのクールダウン4です。一発もらえば、まあ、やられるにはやられるんだけども、もらわなければいい。うん。影のブリューと、あ、影の断片と、エリクサーのカバン、愛のメダル。これで、いきます。どうだろうね。それでは行きましょう。まあまあ、まだね、ソウルがすぐにはたまらないので、まずは、ソウルダメできないぞ、これ。行け!よし。こういう感じでどう?俺がこれでソウルを貯めていければ、お、いいね、強いね。さすが。でもそんなにソウルは貯めれなかった。よっしゃ。いいんじゃない?やばい、ちょっと待て待て。やばい。待て待て待て。あ、まずいまずいまずい危ねえ。よし。オッケーオッケー。吸魂でなんとか吸収して。敵は倒せないわな。もちろんね。あ、いや、意外と倒せてる。うん、まあまあ、ダメージはね、若干与えてるからだろうけども、普通にはちょっと倒せないわな。おーい!出ない!影のぶり、あ、よっしゃ、出た。やばい、ミスった!よし。OK。あ、エンチャンター全然倒せるよ。うん。エンチャンターは全然倒していけてる。でも、こういう奴らは、まあ、無理だね。倒せないわ。やばい。流れ玉みたいなの食らうとやられるからね。やばいやばいやばい。なにこれ。やばいやばい。あっちょっと待って。なにこれ。いや、待て。あぶねえ。あんな巻き込まれたら終わるよ。よっしゃ。なんだここは。やめろ、ほんとに。うわぁ。ひどいな。うん。オッケー。あー、出ない。あー、使っちゃった、まあいいか。ソウルがどんどんなくなってくる。でも、一応これで溜まるには溜まるからね。うん。溜まるには溜まるんで、あ、ここで、影のブリューをある程度生産して、強制戦闘を進めればいいんだ。なんとか抜けれましたね。まだあと2回やられていいからね。だいぶマシだと思う。オッケー。で、レッドストーンゴーレムは倒さずに、で、ここも、ショートカットしようか。うん。ここはショートカットした方が間違いない。中の方進むとね、ちょっと厳しいだろうね。中の方はちょっと厳しいだろうね。こっからちょっとショートカットしていきます。よし、オッケー。ちょっと影のブリューも、まだパワーが248なんだよね。上げろっていう話なんだけど。まぁ、ちょっと今度上げていきましょう。こっち側だったら多分、行きやすいはず。いや、ちょっとこれ流れ玉もらうぞ。ちょっと注意して先に進みますね。これはちょっと流れ玉もらっちゃうな。いい感じにね、影のブリュー出てきてくれてる。これ影のブリューが切れちゃうと、速攻で終わるからね。そこはちょっとマジで注意していかないといけません。この影化の秒数、ここはね、しっかり管理しとかないとね。出ないな。あ、レッドストーンゴーレムか。倒す?いや、倒せねえわ。いや、攻撃してきやがったこいつ。危ない。もう逃げよう。ちょ、待て。逃げよう。無理。あれは無理。本当に。
できれば俊足が欲しい。 OK。 ちょっと嫌なエンチャントやめろよ。嫌なエンチャントが来たらマジで詰むからね。どうだ、ちょっと流れ玉当たらないように。流れ玉で死ぬ。よし、 OK。 危ない危ねえ食らったらやられる。よし、いやなんだろう、これは攻略と言えるんだろうか。まあまあ言えるね。いけ、できるだけ倒してソウルを貯めていかないとね。 OKOK、 いいねいいねいいね、いいよ。やばい、これ流れ玉食らいそうだな。大丈夫、いけ、よし。うわ、危ねえ流れ玉こっちに来んなよ。あ、でももうボスじゃない。いやでもね、いや、いやボスなのはいいけどさ、ちょっとソウルをもうちょっと貯めたい。うん、ソウルもうちょっとないと厳しいな。やばい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 、あ、待て待て待て、な、何してんのもう、いや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 、逆によくなくなったじゃん。何してくれちゃってんのよ。ちょっと遠距離系を残してソウルを貯めたいよね。近づくのが怖い。おっしゃおっしゃ、当たった。よし、 OK。 あ、意外と倒せるぞ。やばい普通の攻撃もらったらやられる。うんうんうん、あ、いいんじゃない、これぐらいソウルあればさ、これだけありゃ勝てるでしょう。あぶねえ、ちょっと怖い。あそれではボスまで来ました。 あと2回やられていいね。では行ってみます。ここである程度影のブリを出しとけば助かるよね。もうちょっと出て、よしよし、あと1個ぐらい欲しい。 OK、 ナイス、いいかな。ダイナモ20溜まってます。いけないの、あ、いける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 、 OK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 、 いいよ。ボスもこの感じでいきましょう。あー、ダイナモ溜まってないや。ちょっと待って、ダイナモ溜めます。影のブリューの間これ使える。あーちょっと待って、時間見てなかった。そう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 、時間を見とけ、時間を見とけ。いや、これ倒せるぞ、倒せる、これは倒せる。うん、影化して、あ、ブリューの方で行こう。うん、こっちの方が長いから、これならいける。攻撃してすぐにブリュー、よし、逃げろ逃げろ逃げろ、待てー無理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 、でもまあ倒したよ、倒した。はい、なるほどね、こんな感じだとクリアできるのか。いやー、でももうちょっとこうね、ガシガシ戦いながら行きたいところだけども、難しいんだよな。はい、ということで、今日はナイトメアの、ラスボス、一応昔のラスボスだね、倒してみました。まあこういう小細工を使わないと勝てないんだけども、もうちょっと頑張りたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。